ははい、えー、どうもこんにちはむかげです今日もね先日紹介したこの手話の、えー、ポッドキャストマイクロフォン MV7 の、まあ、ちょっと検証というかねこの詳しい機能っていうものを見ていきたいんですけれども僕がねこの YouTube 初任給で手話、えー、のポッドキャストマイクロフォン MV7 を買った、えー、理由っていうのはね あのまあ、2つあって1つはやっぱり普段のこの YouTube の撮影そのちょっと音っていうのを改善するためにもこれをちょっと導入しようかなと思ったんですね。でこれまであのピンマイクピンマイクをつけて撮影していて別に、ねまあその音でも不満っていうのはそんなになかったんですけれどもちょっとねやっぱりこういちいちつけたりするのがめんどくさいなって思ってきて。 その点ねこういったマイクっていうふだ、まあ、僕も撮影っていうのはこの場所でするってほとんど決まってるんでそれを考えると備え付けのマイクが1本あってもいいかなと思ったのが1点。でもう一つはね USB 接続できるダイナミックマイクっていうのをちょっと探していて。 えというのもやっぱあの最近毎日 YouTube を更新してるんですけれどもここ最近ねかなりこう綱渡りなあの公開っていうのが続いていてあのちょっとどっかの段階でねもうそろそろ毎日更新っていうのが途絶えそうな予感がプンプンするんですけれどもあのそれでもね毎日何かしらのコンテンツをまあ公開したいなっていう思いはあるんですね。別になななんんかこここうう深いいいだわわりががあるるけけでもないんでももすすれれども、まあ、今ねこうやって毎日公開する流れみたいなのが できたこともあって何かしらこう毎日コンテンツっていうのを出していきたいなとは思うんですけれども、まあ、その際ね動画の隙間を埋めるためにこうポッドキャストなんかも使っていきたいなと思ってですねそれを考えるとねやっぱりこの USB 接続できるダイナミックマイクっていうのがあのちょっと欲しかったんですね。で実はこの USB 接続できるマイクロフォンっていうとねほとんどがやっぱりコンデンサーマイクなんですね。 えー、ただやっぱりコンデンサーマイクだと僕の使用する環境っていうのはねやっぱり雑音ちょっと拾いすぎてしまう、はい、今ねこの撮影に使っているこの場所もそうなんだけれども、まあ、かなりこう雑音があるんですねいろいろこう環境音っていうのがどうしても入ってくるでコンデンサーマイクだとやっぱりそれをね全部拾っちゃうんで、まあ、USB 接続できるあのダイナミックマイクっていうのを探していたんだけれどもなかなかね いいのがちょっと見つからないなと思っていた時に、えー、このちょっと MV7 っていうのが発売されたんで、まあ、飛びついた次第なんですけれどもというわけでね、えー、まあちょっと前置きが長くなりましたけれども。 まあそういったねポッドキャストなんかでも使うことを視野に入れてですね PC との接続性っていうのをちょっとまあ見ていきたいなと思っているんですけれども、えー、まあ前回もねこの MV7 のまあ特徴として、まあ、デスクトップアプリケーションとの連携があるというふうにえ紹介して、まあ、それもね結構まあ詳しくは見たんですけれども今回はさらにねその手話のデスクトップアプリを使って音質っていうのをね えー、見ていいきたいなと思います一番ね、えー、こ,のでこの今もすでにデスクトップアプリケーションを開けながら PC の方で音声っていうのも録音しているんですけれども。 個人的にね手話の MV7 っていうのをこのアプリケーションで連携する上で、まあ、便利だなと思うのはこのマイクポジションっていうのをねニアととファー2つ選ぶことがでできるっていうことなんですねダイナミックマイクっていうのは基本的に、えー、マイクと口っていうのをなるべくこう近づけて話す必要があるんですけれどもどうしてもマイク感度っていうのが高くないんで、えー、このね手話の MV7 っていうのは えこういったニアの通常状態以外にもファーというね口とマイクがある程度距離があっても声を拾ってくれるっていうそういった指向性っていうのをアプリケーション側で指定することができるんですねえただねやっぱりこのファーを選ぶと先日公開した動画を見返してみるとねノイズがやっぱり結構乗ってるんですよね、えー、でこの辺のね検証っていうのをちょっと今からしたいんですけれどもちなみに今はマイクポジションはニアでトーンもナチュラルです口ととマイクののの距離っていうのは、えー、ご覧の通り えまあ十センチないくらいですね。でこっからねやっぱりこう離れていくとこのようにねだいぶもこれあとねやっぱり六音レベルっていうのがだいぶ下がっているんですけれどもこれをファーにしてみこれをまあちょっと設定でファーに変えてみます。はいこうするとやっぱりねあの六音レベルっていうのがガクンと上がって声っていうのもかなり拾ってくれるんですけれどもそれと同時にねモニターしててもノイズがかなり入っているっていうのが 確認できますやっぱりなのでねこのファーで使う時っていうのは編集段階でノイズリダクションをするかですねやっぱりそのノイズっていうものをなるべく消すためにバックグラウンドミュージック BGM なんか薄くかける必要があるのかなと思います。はい、はい、やっぱりねニアの方がだいぶノイズレベルノイズっていうのはかなり軽減されるかなと思います。 えーまあ、なのでねやっぱファーを使う時っていうのは、まあ、ノ,イズノイズリダクションとの併用っていうのが望ましいのかなというふうに思いました。でねあと次このマニュアルの設定なんだけれども昨日もいろいろと考えてみたんだけどなかなかこう最適解っていうのが見つからなくて、まあ、個人的にねこのオートレベルっていうのをま対応していこうとは思うんですけれども。 あのね、このオートレベルの問題っていうのはね自動でその音声っていうものをある程度処理することもあって音量っていうのがちょっとね迷ったりするようなその点どうしてもば自動でやることでいろいろこう迷いがあるのかなという気がするんですけれども、えー、その点ねちょっとマニュアルで変えてみようと思います。はい今ね、えー、マニュアル で、マイクゲインは24デシベルなんですけれども、あの音量っていうのがね。ちょっとガクンと下がったと思うんですね。オートレベルっていうのは自動的にこう最適なレベルっていうのをまあ、自動で上げてくれるという感じだと思うんですけれども、もマイクのゲインを上げていきたいと思います。はい、今ねえ30デシベルまで上げました。これだとね。だいぶオートレベルとの音量と近いのかなという風うな気がします。 ただね、やっぱりマイクの原因を上げた分だけホワイトノイズっていうのもこのモニターから確認できます。で、まあ、ちょっと EQ の設定ですね、イコライザーの設定なんだけれども、デフォルト状態ではフラット、ローパスになるとこういう音,音になります。今ね、声色とか全然変えてないですけれども、フラットと比べるとやっぱりだいぶローの部分っていうのはカットされているのかなという印象です。で、これが えー、プレザンスブーストっていうやつで中間地点から、えー、高音部分に関してをちょっとブーストで上げているより声が聞きやすい設定になっている、えー、ということですさらに、えー、声の聞きやすさに特化しているのがこのハイパスつまりローもカットして、えー、同時に声の部分っていうものもブーストしている設定ですねただね正直そんなに、えー、違いっていうのがあまりよくわからないですね 個人的にちょっとね、えー、ハイパスローだけは買っておきたいかなというふうに思っています。で、コンプレッサーなんだけれども、これもね、結構使い勝手がよくて、デフォルト状態はオフなんだけれども、ライトにするとこのような形になって、さらにミディアムになると、あの声がまあコンプレッサーですね、こうギュッと圧縮されててで、さらにヘビーになるとこのように、えー、もちろんね、 音量も上がるんだけれども耳にこう直接こう響くようなねこうコンプレッサーっていうのは音の圧を上げているものなんでこう耳にね耳の鼓膜に直接こう響くようなそういう音作りになっていると思うんだけれどもヘビーになるとねコンプレッサーはかなりかかっているのかなという気がします僕ね全然今声張ってないですよ全然声が張ってない状態でもこれだけ声が圧縮されている感じですねライトぐらいはいいかなという感じでしょうか 今あのマイクの原因っていうのが、まあ、30デシベルやっぱり、ね、マイクの原因を30に上げているっていうこともあってホワイトノイズっていうのがかなり聞き取れます、えー、なのでやっぱり音質的に言うとねこのぐらいの大きさで,でなおかつマイクと口をスレスレにするあのポッドキャストなんかをねする場合っていうのは マイクゲインも21デシベルぐらいにしておいてダイナミックマイクの特性を生かすという意味でもマイクとできるだけ口を近づけるというそういった録音がいいかなというふうに思いますオートレベルになると原因をね自動的にパカ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 変えてるっていうのがあのバックグラウンドのノイズでわかるんですよオートでの使い方っていうのは便利ではあるんですよちょっとしたあのマイクとの距離感っていうのだったらこういうふうに今ついたり離れたりを繰り返して喋ってますけれども あの今波形を見る限りはそこまでその大きなブレっていうのがないんですね。でこれがね例えばマニュアルになるとマニュアルで喋っていますけれどもこうやって、えー、マ,イクの前マイクから離れ,離れたり近づいたり離れたり近づいたり離れたり近づいたりっていうのをしているとかなりねやっぱ音の,音の音量っていうのがかなりこう変わっているのが分かると思うんですね。こうやってねずっとこうもうマイクポジションっていうのが固定できるような状況ではねマニュアルの方がいいと思うけれども。 YouTube の撮影なんかで使う場合っていうのはこう比較的こうちょっと動いたりもするわけなんですね。そういう時はやっぱりオートレベルっていうのを使っていくとか使っていくのがいいかなというふうに思いました。ということで PC のデスクトップアプリケーションっていうのを紹介したんですけれどもこれからねちょっとあのスマートフォンとの連携っていうのをちょっと見ていきたいんですけれどもこの MV7 っていうのは PC だけじゃなくてこのスマートフォンとも連携できるんですねでつまりあのスマホとこのマイクがあればいい音っていうのが、えー、録音できるっていうことなんですね。僕は個人的にこれをね一番ちょっとこの MV7 に期待しているところなんでちょっとねそれをこれから、えー、検証していこうかなと思います。はえー、というわけでね今この声を録音しているのはこの MV7 と、えー、このスマートフォン、えー、僕が使っているのは Google の Pixel4A ですけれどもこれをね USB 端子に接続して、えー、録音しているんですけれどもこれね手話が出しているアプリがあるんですねこれを iOS でもあるし Android でもあるんですけれどもこれを使うことでね、えー、PC もいらないんですよ PC いらずでこのマイクとスマホさえあれば、えー、このマイクからですね直接録音することができてですねしかもねこのアプリケーション側から、えー、さっきの PC のデスクトップと同じようにですねいろいろと設定っていうのを選ぶことができるんですね 今ね、使っていて分かったんだけれども、さっきの PC の場合は、話しながらね、設定っていうのをコロ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 変えることができたんだけれども、この,あの、えー、スマホの場合はそれができないですね。録音、録音中は設定っていうのを変えることができません。なので、ちょっと一旦ちょっと録音を止めてみます。今この設定っていうのは、自動レベルで、マイクの位置ニアで、トーンナチュラルです。ちょっとね、 これをちょっと変えてみてどれぐらい音質が違うのかっていうのを見ていきたいと思いますはいで、ね、今はねニアで、えー、設定、えー、マイクポジションはニアでトーンを暗い、えー、つまりまダークですねの設定にしていますどうでしょうね声の場合ははい今この音もねスマートフォンで録音していますけれども音質いかがでしょうかモニターする分にはね 結構いいというかこれ結構使えるんじゃないのかなというふうに思います。例えばね、ポッドキャストなんかで音声を収録する場合っていうのはもうね、このマイクとスマホさえあればかなりね、品質の高い音っていうのが録音できるんじゃないのかなというふうに思います。ちょっとね、今後ね、ちょっと試してみたいものっていうのはこの MV7 っていうのは えー、USB 接続だけじゃなくて XLR 端子っていうのを接続して録音することもできるんですね。USB を通しての音と XLR での音っていうのを、まあ、どれぐらい違うのかっていうのも検証していきたいなと思います。えー、というわけでね当分はちょっとこの MV7 関連の動画が続くと思いますので、えー、もし気に入っていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではお迎かでした。